第5世代移動通信システムとは、1G、2G、3G、4G に続く国際電気通信連合が定める規定 IMT-2020 を満足する無線通信システムである。一般的に英語の 5th ジェネレーションから 5G と略される。ITU-R は 5G への要求要素 IMT-2020 として高速大容量低遅延多数同時接続の3つを定義しており、2020年現在 IMT-2020 の規定を満たすための標準化を行っているのは 3GPP のみである。5G では急増し続ける通信トラフィックへの対応が課題となっており、無線周波数帯の確保が重要視される。また、通信スピードをより高速にするため、これまでの世代より高い周波数帯を用いる予定である。それらの周波数帯では、電波の直進性も高くなることから、携帯電話基地局の陰では電波が届きにくくなり、その点をカバーするには多数の携帯電話小型基地局を数十メートル単位で設置する必要が出てくることになる。通信速度の高速化はシャノン・ハートレーの定理により、高消費電力も招き得るものであるため、モバイル環境での電池容量の確保も技術的な課題となっている。もっとも、モバイル環境における安定した電力確保の問題は、第3世代移動通信システムから続く永続的な問題でもある。サービス開始時の 5G の通信速度は、NTT ドコモが下り最大 3.4Gbps 上り 182Mbps、au が下り最大 2.8Gbps、上り最大 183Mbps、ソフトバンクが下り最大 2.0Gbps 上り 103Mbps である。無線区間については、無線通信方式の改良により、より低遅延な無線区間の通信も実現する。通信経路距離については、基地局と端末に近い場所にサーバーを置くことで、端末サーバー間の往復遅延を減らす、モバイルエッジコンピューティングが同時に導入される見込み。モバイルエッジコンピューティングを導入することで、基地局と端末に近い場所に計算資源を置き処理することで、センターのサーバーへ伝送するデータ量を低減する効果も見込まれている。一定値以下の遅延を維持する QoS の実現のため、5G ネットワークスライシング技術も検討されている。基地局1台から同時に接続できる端末を従来に比べて飛躍的に増やせることである。例えば、これまでは自宅で PC やスマートフォンなど数個程度の接続だったものが 5G により100個程度の機器やセンサーを同時にネットに接続することができるようになる。5G の AI インターフェースは 6GHz 以下の周波数帯を使って LTE、LTE アドバンストと互換性を維持しつつ 6GHz を超えた線地波により近い 28GHz 帯域も使った新しい無線通信方式を導入する。5G 単独で運用する方式は SA と呼ばれ、LTE のコア網を流用し通信制御は LTE のコントロールチャネルで行う方式を NSA と呼ぶ。GSMAによると、2020年代には 5G の普及に伴い VR、AI、自動運転といった関連技術の開発が進み、これらのイノベーションにより、経済の成長や産業の新陳代謝が促進され、また2025年には 5G の接続数が12億に達すると予測している。既存の 4G、LTE から 5G への通信システムの変更に伴い、通信機器、産業機器の追加や入れ替えが多発し、通信機器、電子部品を製造するサプライチェーンに大きな影響を及ぼすことが予想される。また、5G ワイヤレステクノロジーのメリットとして、人々の生活への変化が期待されている。会話をデバイス間でリアルタイム通訳し、多言語間でのスムーズなコミュニケーションが可能になったり、膨大なデータに基づき、危険を回避して走行させる、完全自動運転の実現、IoT によるスマートシティなどが期待されるが、これらは 5G での安定した接続を前提としており、2020年時点ではサービスエリアも狭く、電波の特性上切れやすいので、これらが実現する目処が立っていない。利用の増大により、帯域の逼迫が予想されており、周波数の利用状況を一元管理することで、利用状況に合わせ動的に割り当てるダイナミック周波数供用の利用も検討されている。日本では2014年9月に企業74社や専門家14人で構成される第5世代モバイル推進フォーラムが設立され、5G の技術開発や標準化に取り組んでいる。総務省では2016年10月に新世代モバイル通信システムの技術的条件を情報通信審議会に諮問しており、新世代モバイル通信システム委員会にて審議が行われている。2017年夏にも一部答申が行われ、これを受けて制度整備が行われる。NTT ドコモは2010年より 5G に関するコンセプト検討を開始しており、2013年にはシミュレーターを展示、通信ベンダー各社と共同で実験を行っており、2015年には屋外実験 4.5GBps の通信に、2016年には 20GBps を超える通信に成功している。2017年5月より、東京臨海副都心地区及び東京スカイツリータウン周辺に 5G トライアルサイトを構築した。プレサービスを2019年に、商業サービス向けを2020年3月25日から提供開始された。2019年には試験サービスが始まっており、2020年東京オリンピックを前に国内で開催のスポーツ国際試合に合わせ、観客に 5G を体感してもらう試験サービスを実施。2020年3月25日に NTT ドコモが3月26日に KDDI 沖縄セルラーが3月27日にソフトバンクがそれぞれ演舞を実装した。5G のサービスを開始した。5G 向けに割り当てられた 3.5GHz 帯、4.5GHz 帯、28GHz 帯は電波が飛びにくく、エリアが作りにくいため、LTE やVUAで利用している周波数で 5G を運用する際の技術的条件について2020年3月に情報通信審議会から一部答申があり、総務省が運用規定の整備を速やかに行うと発表している。2021年7月20日、武田良太総務省は、テレビ局の中継用電波と 5G 通信の周波数供用に関し、年度末の実用化に向けて取り組んでいると発表した。5G の展開で日本は世界に遅れを取ったことから、NTT では次世代の 6G 普及で先んじるため、ソニーやインテルと共に、新たなネットワーク、オンの構想を抱く。NTT は6月には、かつて、電電ファミリーと呼ばれ、通信端末などを手掛けた NEC との資本業務提携も発表し、グループ力の結集を急いでいる。干渉調整問題 N77、N78 については、固定衛星通信と利用周波数を共有している。そのため、衛星への干渉を防ぐため、事前に影響をシミュレーションした上で干渉を避けるための協議を基地局設置の都度行う必要がある。N79 の NTT ドコモローカル 5G については衛星との協議がないため利用のハードルは相対的に低くなる。ローカル 5G 日本国内では通信事業者だけでなく様々なニーズに応じて主体が利用可能なローカル 5G という制度が新設された。例えば、工場の建物内で、工場内専用の 5G を吹いて利用するといった、構内専用線のような使い方が可能になる。免許あり当てが必要であるほか、電波発射には、無線従事者免許証が必要であり、ローカル 5G 免許を受ける、企業内に無線従事者を置く必要がある。NSA 方式の 5G を運用するには、アンカーバンドと呼ばれる LTE バンドが必要となる。既存の LTE 事業者からアンカーバンドを借りてシステム接続する方法に加えて 2.5GHz 帯について自衛東部はという制度が新設されており NSA 方式の 5G のアンカーバンドとして利用ができる。また免許が不要である 1.9GHz 帯についても SXGP をアンカーバンドとして利用できるようにすることが検討されている。自前でアンカーバンドの自衛頭部話や SXGP を用意する場合、5G の基地局に加えてアンカーバンドの基地局 LTE コア網設備も自前で用意する必要がある。富士通が国内初の商用ローカル 5G を2020年3月27日にスタートした。2018年5月14日に中東のカタールではオレドが世界初の商用 5G サービスを発表するも対応端末やサービスについてのアナウンスはなかった。ネットワークを構築した中華人民共和国の ZTE が米中貿易戦争でアメリカ合衆国商務省から禁輸措置を受けたためとされる。2018年10月1日、アメリカ合衆国のベライソンは宅内限定ながら世界初の商業 5G サービス開始を発表した。2018年12月1日、大韓民国でも世界初の企業向け商用 5G サービスを開始したと発表した。韓国では2019年4月5日、アメリカ合衆国では2019年4月11日に、それぞれ一般消費者向けの商用 5G サービス開始予定であったが、アメリカのベライゾンコミュニケーションズは予定よりも約1週間の前倒しで4月3日にサービス開始を発表し、一方の韓国大手移動通信3社も2日の前倒しで同日午後11時にサービス開始を発表して、それぞれが世界初を主張した。ただし、一般消費者向けの対応端末の供給は、ベライゾンは3日の開始時点で 5G モジュールを装着した中国レノボ傘下のモトローラモビリティの元 Z3 のみであり、韓国は5日に発売されたサムスン電子のギャラクシー S15G のみであった。また、サムスン電子は価格を7万円程度に抑えて、顧客の裾野を広げ、先進国で 5G 対応の高機能モデルや折りたたみ型といった最新鋭の機種を打ち出しながらも、新興国向けには機能を絞って価格を抑えた廉価版を拡販する。インドで中国製品のボイコット運動が広がったことで、サムスンが漁夫乗りを得る構図となっている2019年4月現在、26社48種の5G 対応デバイスが発表されている。採用されているチップセットは、ファーウェイ、インテル、メディアテック、クアルコム、サムスン電子の5社。同年5月にレノボとクアルコムは、世界初の 5G 対応 PC を発表した。2019年中に、世界各国で 5G サービスが稼働を開始した。ヨーロッパでは2019年4月、スイスでスイスコムとエリクソンの2社によって欧州初となる 5G サービスが稼働開始。東南アジアでは2019年7月、フィリピンでグローブテレコムが ASEAN 初となる 5G サービスを開始。アフリカでは2019年9月に南アフリカ共和国でアフリカ初となる 5G サービスが開始。2019年、米中貿易戦争が激化し、さらに国家情報法を制定した中国政府への懸念を背景に、アメリカでは中国製品を締め出す圧力をかける中で、各国に対してファーウェイ製の 5G サービス用機器を使用しないように要請を行った。イギリス政府は当初アメリカと一線を画していたが中国による香港民主化運動への締め付けや、新型コロナウイルスの情報公開に不満や疑念を持つ過程で方針を次第に転換し、2020年7月14日にはファーウェイ製品の締め出しを表明することとなった。花ため排除に慎重だったドイツが方針転換すれば同社へのさらなる打撃となりそうだ。ロイターによると 5G 部品の提供企業の技術や信頼性を見る審査でこれまでは中核技術に絡む企業のみを対象にする方針だったが、アンテナなど無線技術の部品にも広げる。花ためが強い分野で信頼性などを理由に参入が難しくなる可能性が指摘されている。5G サービスに必要な機器のシェアはファーウェイ製が多数を占めることもあり、今後の普及に大きな影響をもたらすこととなった。韓国では2018年12月1日に世界初の企業向け商用 5G サービスを開始。韓国大手移動通信3社による 5G サービスが展開されることとなったが、2020年8月に政府が行った品質評価では、ダウンロード速度が 4G サービスの4から5倍にとどまっており、通信各社の 4G の最大20倍高速という主張との間に隔たりがあることが判明した。通信各社は 28GHz 帯が開放されれば、スピードが大幅に早まることになると説明しているが、韓国政府は2020年10月時点で 28GHz 帯の全面開放は想定しておらず、全国で画一的な 5G サービスを提供することは難しい状況となっている。3G 時代から移動帯通信の標準化を行っていた 3GPP ではリリース15以降に 5G の使用を含めている。3GPP が 5G フェーズ1としている使用群はリリース15に含まれ、2017年12月にフェーズ1のシステムアーキテクチャが TS23.501、TS23.502、TS23.503 として提供された。2018年6月に主要仕様が標準化され、2019年内に細部を含めた仕様が確定する予定となっている。高速大容量演武の機能が中心。5G フェーズ2の使用群を含むリリース16は2020年6月に使用が確定する予定となっている。R9 について 5GC も含めて規定している。リリース17は2020年より使用策定が開始される見込み。議論されている主要な機能は次の通り。5G で使用できる電波は 3GPP の使用書 3GPPTS38.101 にて周波数帯が規定されている。サブ6と呼ばれる 6GHz 帯以下の周波数は FR1。ミリ波帯は FR2 と呼ばれる。LTE アドバンストでの 88MIMO を超えて、アクティブフェーズドアレイアンテナを用いたマルチビーム多重化を行い、同時に異なるデータを送れるようにすることで、高速通信を実現する。ありがとうございます。